和国のの西ギリシャ地方を構成する行政区の一つペロポネソス半島の北部に位置する。古代にはアカイアと呼ばれた地域であり、アカイア県とも表記される。県とはパトラ。人口は2001年に30万人を突破した。現在のアハイア県はペロポネソス半島の北部沿岸に位置している。県北部はコリンティアコス湾に面した。 小さい肥沃な平野となっており、また、県南部には、エリマントス山脈やキリニ山脈といった山々が、連なっている。アハイア県の西は、イリア県、東は、コリンティア県と、それぞれ接している。アハイア県の東部には、オンブロス山脈とマラティア山脈が、中央部には、エリマントス山脈が、南東部には、アロアニア山脈が、南西部には、スコリス山脈が、 西部には、モブリ山脈がそれぞれ連なっている。また、県内には、ラリソス川やハラドロス川などが流れている。森林は、山地と西部の平原に多く、また高地部の内標高が高い土地は、植物が育たず、それ以外は、草原となっている。アハイア県の夏は、気温が高く、冬は温暖である。夏には、海岸部の地域は、晴天が続くが、 高地部では、ドンテや雨ウテになることが多い。また冬には、山地では、雪が主に見られる一方で、低地部では、気温が、摂氏10度前後となる。アハイア県には、ペロポネソス半島の3分の1の人口が居住し、また、アハイア県の人口の3分の2は、アハイア県の県都であるパトラに居住している。アハイア県の、主な工業地帯は、 パトラの 20km 南に位置するファレス近郊及びブラフネーカの地域に広がっている。アハイア県の名称の由来であるアカイア人はイリアスにおいてはギリシア軍を指す言葉であった。紀元前13世紀頃のヒッタイト人の文書にはアカイア人がアイアワとして述べられている。また、イリアスの船舶一覧において アカイア人はアルゴスからティリンスまでの人々とされていたが、一説によると、ドーリア人がペロポネソス半島に侵入した際、アカイア人はこの地に追いやられたのだという。また、アカイア人の起源の地は、テッサリア地方南部にあるアカイアフティオティスと呼ばれた地域であるという。起源前146年に、共和制ローマがこの地を征服し併合すると、 テッサリア地方とイピロス地方の大部分、アカルナニア地方を除いたギリシア全土がアカエア族州となった。そのために、新約聖書においてもこの地域はアカエアとして呼ばれた。ローマ皇帝アウグストゥスはアカエア族州が地理的にローマに近いためにアカエア族州を元老院族州とした。アカエア族州はプラエトルの役職を経験した。 属州総督によって統治され、州都はコリントとされた。しかし、属州内にローマ兵は配置されず、古来からの宗教や社会も認められるなど、ローマ帝国の支配は寛容的なものであった。アウグストゥステイの死後の起源後15年には、アカエア州はマケドニア属州と合併され、ドナウ川沿いのモエシア属州の総督が管轄する皇帝属州となった。 しかし、44年に、国境で返事が起こり、再び分割された。67年に、皇帝ネロは、ギリシアが、ローマ帝国から政治的に自由であるべきだと宣言し、ギリシア人は、自治権を得た。しかしその後のベスパシアヌステによって、アカエア族州は、自治権を失い、再び元老院族州となった。三世紀末のディオクレティアヌステの知性まで、 アカイア族州は、ローマ帝国の族州であり続け、ローマ帝国が、東西に分裂すると、東ローマ帝国領となった。13世紀には、第4回十字軍によって、アカイア公国が建国されたが、15世紀半ばに、アカイア公国は、オスマン帝国によって征服された。16世紀末と17世紀には、ベネツィア共和国による侵略を受けたが、再び、 オスマン帝国が支配するに至った。1821年に、アハイア県の地域は、ギリシャ王国の一部となった。ギリシャ独立戦争において、エギオの町は、ギリシャ人によって解放された初めの町であった。ギリシャ王国領となった、この地域は、現在のアハイア県を呼び、イリダ県を含んだ、アハイアイコールイリダ県として誕生し、面積は、 約6000キロ平方メートルであった。アハイアイコール入りダ県は1899年に分割されたが、1909年に元に戻され、1936年に再び分割された。1919年から1922年にかけての木戸戦争の際、何万人もの昭和ジアからの避難民が、アハイア県に流入し、パトラ郊外や、 近隣の集落に居住地を建設して移住した。その後の第二次世界大戦とギリシャ内戦では多くの建造物が破壊された。1994年には地震の被害を受け、2007年には山火事が発生した。アハイア県アハイア県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。 アハヤ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのアハヤ県は以下の23の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。ディモティキエノティータは、さらに、キノティータに分けられる。下表の番号は、渦と対応している。自治体名選んで印を付したものはキノティタ、それ以外はディモス。 成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年以降法的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。